どうも高野です今回は私が好きなデューク・エリントントの演奏5曲を、えー、ご紹介したいと思っておりますすみませんちょっと前の動画で思わせぶりなことを言ってですね結局何の曲の紹介もせずにですねなんかどうでもいいようなヨタ話ばっかりしてしまってですねちょっと怖い私にとっては怖いヨタ話をしてしまったんですけどまあ気になる人はまあ下にリンク貼っておきますね概要欄にね。 あの聞いてみていただいて、まあ、がっかりしていただきたいんですけど、まあ、どうしようもしょうもねい話してそれでおしまいなんですねで今回は本編です前は予告動画として解釈していただければよろしいんじゃないかと思うんですけれどもさてもう脳がき垂れずにどんどんいっちゃいますよエリントンの紹介、はい、ベスト5、えー、私が好きなエリントン第5位これはですねインナーセンチメンタルムードです これはジョン・コル・トレントやってるやつですねやっぱりこれが私エリントンに親しむあの橋渡し役になってくれたナンバーなんでとてもいいですねやっぱりねエリントンって聞かず嫌いの人多いと思うんですよでさらに聞いてみたけどなんか濃厚ムンムンもう大人アダルトみたいな感じでちょっとついていけんわみたいな 風に感じてで結局数曲聴いてもエリントンから離れてやっぱノリノリのカウントベー,シーの方がいいやっていうふうになってしまう人も意外と少なくないんじゃないかなと私は 思ってるんでですけど私もその1人でしたね何で最初に聞いたデューク・エリントンがデューク・エリントン・プレゼンツだったんですよ。ちょっと最初に聞いたアルバムと聞いた曲が悪かったですね。そのデューク・エリントン・プレゼンツのまツ、あ、エヘムのアルバムの一番最初の曲がですね、サマータイムなんですよ。運命みたいなじゃ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 ーってああいう運命みたいな感じで、トトトーンってね、もう。 なんとかもう昔の560年前の映画のもうラストみたいな感じのですねすごい物々しい感じでもうなんかすごい荘厳で物々しくてですねちょっと古い臭い感じがしてですねあこれダメだってことでヘナ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 ってなってしまったんですねまあ今そのサマータイム聞けばそれなりに味わいがあるなと思ってるんですけどちょっとね最初は食あたりしちゃいましたね私エリントンにねまだそういう。 エリントンのムンムンした濃厚なですねエリントンジルに耐えられるだけの体勢が体の中に整っていなかったのでしばらくエリントンって難しいわとかエリントン濃いわエリントン苦手だわみたいな感じの状態がもう何年も続きましたねでそれの突破口になったのがこのジョン・コールトレーンのインナーセンチメンタルムードなんですよね。バックでピアノを弾いていてるのをエリントント 「こういうピアノ弾く人なんだ」あのサマータイムはねデューケント・プレゼンツは「ダッドーン!」ってとにかく本の塊がボンボンボーンってきてなんかすげえ物々しいな物騒だなって思ったんですけどあピアノってすごいこのピアノ強えーわーって美しくて強えーわと思ったんですね。こうコルトレーンの あのしんなり吹くテナーサックスもなかなかムーディーでいいんですけどそのバックでまるでこの未来のオルゴールのようなですね美しくてですねそれでものすごく存在感のあるもうさテナーサックスよりも存在感のあるですねピアノの音。まあ、特に あの激しいこととか全然やってないんですよ。淡々とカラパラパンパラパラパンってバッキングしてるだけなんですけれどもなんて「立つ」ピアノの音なんだろ立つっていうのは存在感が立っているって感じですねそれが私があのデューク・エリントンもう一度ちゃんと聴き直してみようかっていう思わせるきっかけとなった記念すべき思い出の曲なのでベスト5に選ばせていただきました、まあ、曲もすごいいいですよねムーディーでねで えー、そういうことでムーディーの曲もう一曲選んでみましたよ。私が選んだ「ウュル・ケリント・マイ・ベスト4・4これはですね「えー、ムード・インディゴ」なんですね。まあインナ・ーセンチメンタル・ムードに次いでやっぱり。 曲を作らせるととエリントントいいででですすねねムーディししっとりしてです、ね、ちょっとアダルトな感じみたいななんてチンプな表現ばっかり私は使ってるんだって感じですけどもでこれもね私何で好きなのかっていうと親しみ割と早い時期から親しめたのかっていうとあの高橋幸宏のソロアルバムに「さらば」ってあるんですけれども ムードインディングをやってんですよ、ね、でまあさらば私すごい好きなアルバムではあるんですけどね高橋幸のファーストアルバムなんですけどもなんかすげえアダルトのアルバムだな大人だなーなんてアルバムだなーなんて中学生の時聞いて思ったんですけれどもその雰囲気を雰囲気作りに。 すごく役にに立っっってているるというか一億になってるのがムードインディゴだったわけですねで本当にずっと後になってからですよこのムードインディゴっていうデューク・エリントンの曲なんだねってことを知ってそれで聴いてみていろんなバージョンがあるんですよね大体いいボーカルが途中で入ったりしてるんですけども私が好きなムードインディゴはですねいろいろあってどれにしようか迷ったんだけれどもやっぱマスターピーシス・バイ・エリントン がいいかな14分ぐらいの長い演奏なんですけれどもまあ全然だれないだれない、まあ、基本ムーディーでふわーんってのんびりとゆったりと曲が進んでいくんですけれどもところどころにピリッとですね三章のようにですねエリントンのピアノが引き締めてくれるんですよ。でボワーって管楽器いろんなタイプの管楽器奏者がソロを取ったりとかあのアクセントでオブリガードみたいに入れたりとかして全 全くく飽きさせないんですよとにかくねこのアルバムに参加してる人たちすごいですよメンツがもうキャット・アンダーソンでしょあトランペッターがいきましょうかキャット・アンダーソンにハロード・ベイカーにネルソン・ウィリアムスあとアンドレス・メレンギトっていう人も参加してますねあとレイナンス。 なんですすががキャッットトトアンンンダーソンのトランペットがやっっぱ立ってますよねあとトロンボンもワーンがワン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 ってすごいいいあのアンサンブルアクセントをつけたりとかして単調さを防いでるんですけれどもトロンボーンも3人参加していてねローレンス・ブラウンとかねクエンティン・ジャクソンとかタイ,ニータイリー・グレンが参加していたりとかあとフレンチホールもマーサー・エリントンが 1, 曲あの1人だけですけどフレンチホールに参加していたりとかねあとは 多分この録音が多分エリント楽団で最後の録音だと思うんですけどアルトサックスにジョニー・ホッチスが参加してるんですねジョニー・ホッチスね。 もう一人、ラッセル・プロコープっていう人もアルトサックスと、あとクラリネットでも参加したりしてるんですね。あと、やっぱりね、ジミー・ハミルトンのクラリネット私好きなんですよね。ツヤがあって生めかしくて、ジミー・ハミルトンもクラリネットとかテナーサックスで参加してますし、あと、ポール・ゴンザルベスがテナーサックスでしょ。あと、ハリー・カーネもまた、ボワーってね、いい低音のバリッとした味をバリトンサックスで出してていいんですよね。あと、ピアノがデューク・エリントンだったり、ビリストレホンもピアノ弾いたりしてるんですけれどもね。で ドラムがソニー・グリアなんですよねそれでこの「ムード・インディゴ」はですね「マスター・ピーシス」の「ムード・インディゴ」はボーカルはですねイボンヌ・ロナーゼっていう人が「ふー」って参加してなかなか良いもう味付けをしてくれているって感じもうボーカルの主役というよりボーカルはあくまで味付けの一員みたいな感じでなんか本セクションの特徴のある本人の みたいな感じで私聞いちゃってますけれどもね、まあ、そんな感じで,でさらにベースがねこれものすごいいいんですよウェンデル・マーシャルがボンボンって柔らかくて温かい包み込むような音色でですねずっとあの低速ビートをボン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 というよりもモンモンモンって刻んでるんですよこのねベースの音もすごく気持ち良いんですよねこの ステディに刻むベースの上に乗っかってさまざまな楽器個性あふれるですね感覚奏者たちがあのアドリブを取ったりとかあるいは個性あふれる音色をエリントンがうまくアレンジしてって こうブレンディングしてですね素晴らしいハーモニーとかもう音の音色をですねあたかもねまあエリントン昔画家を志していましたからね本当にキャンパスの上に色を重ねるかのような感じもう変幻自在にですね色を楽器の音色の色を重ねていくんですねだからアレンジのエリントン流のアレンジのね妙味みたいなものも。 味わえる素晴らししい演奏ですしでさらにこのエリントンの「ピキャロンピキャロン」っていうねこのちょっと鋭角立ったピアノ、まあ、さっきも言いましたけどねすごく立つピアノっていうのも楽しめるんですよね。だからこので分厚いトーンだったりちょっと濁りもあるんだけどその濁りすらもこう美しさに変換してしまうこのエリントンマジックみたいなものも 非常にに濃厚に感じられますしねもうとにかくムーディーなんですねむせるかえるほどにムーディーな感じがエリントン・ミュージックのもう本当に真骨頂なんじゃないかななんて思っておりまして4曲目4番目に好きな曲ということで「ムード・インディゴマスター・ピース・オブ・エリントン」というアルバムから選ばせていただきました。 さて第3曲目、ベスト3は何でしょう。はい、曲東組曲から選びましたよ。これいいアルバムですよね。曲東組曲のラストの曲ですね。アドリブ・オン・ニッポン。これかっこいいブルースですよ。ほんとね、後半の生めかしいクラリネットもいいんですけどね。ジミー・ハミルトンのね、うんてすごく色っぽい感じの音色がほんともう、ほんとめかしいとしか言いようがないんですけど、クラリネット。 ってこんなにいい楽器いい音色を出す楽器なんだって思うぐらいねつやつやして生めかしい上にエキサイティングでなんか素晴らしいソロなんですよ。でまあこれ後半だとすると、まあ、結構これも演奏長い曲なんですけど、ね、前半のエリントンの「ピキャンピキャンポキャン」っていうねアタックの強いピアノもなかなか。 いいい味を出しているんですよモンクーはこの辺こういうピアノ弾きたかったんだななんて思いますねセロニアスモンクーはねまあモンクーのピアノもかなりタッチ強くてアタック強いですけどさらにその数段上回ってるって感じがしますねこのエリントンのピアノの強さっていうのはねなのでエリントンのピアノも聴きどころアレンジも聴きどころでさらに あのジミー・ハミルトンの「クライネットも聴きどころ」というね美味しいところだらけのナンバーですので「えー、アドリブ・オン・ニッポン」まあ、曲と組曲自体ね結構ねいい曲いっぱいあるんですけどもね、まあ、その中でも特にエリントンのピアノとかねあのいろいろ楽しめるさまざまな側面から切り取って楽しめるんじゃないかなと私は「アドリブ・オン・ニッポン」がまあ一番好きなので、えー、3番目にはね アドリボン日本といいう曲を選ばせてたただきましたさあ、えー、第2位はですねこれキャラバンですね、まあ、エリントンキャラバンねいろんなバージョンで演奏してますし年代によっても全然違いますし、ねまあ、キャラバンといえばねほら ビッグバンドに付きものの曲ですよね。とにかくほらドラムの見せ場になりやすい見せ場を作りやすい曲なんですよね。エキゾチックで,でさらにメロディー自体がさまざまな管楽器のニーズが多ければ多くほどド迫力を出すなアンサンブルになりやすいじゃないですか。だからすごくねもうビッグバンドには欠かせない定番曲の一つではあるんですけど、ねまあ、最近だとあのウィップラッシュってああ、砲台だとセッションか。 あのセッションとかでも最後の見せ場はやっぱりキャラバン主人公叩いてましたからねで鬼教官もだんだん乗ってきてしまうみたいなねオチで映画終わっていましたけれどもその時の曲もやっぱキャラバンなんですよねでまあビッグバンドに入ると言いつつもですね私が選んだのはピアノトリオのキャラバンですマネージャングルっていうねベースチャールス・ミンガスドラムスマックス・ローチってまた怖い人たちを集めてでさらにそういう怖い人たちを びっしり締めているもっと怖い大家分がデューク・エリントンなんですがまあとにかく乱暴なピアノトリオは、まあ、乱暴なんだけれども絵になっている形になっている様になっているっていうねうアタックの強いですねすごい強力なピアノトリオですね。まあ、その辺の辺おしゃれカクテルピアノトリオが あの100組束になっても跳ね返すだけのパワーを秘めているのがこの「マネージャングル」っていうアルバムなんですけれどもその中でもキャラバンのエリントンのピアノ聴いてみてくださいバーンドーンドゲーンって爆弾かよみたいなね <laughs> 重低音爆撃みたいなドーンでも低音のインパクトすごいですよ。 な,なんだろうこれ本当ピアノっていう楽器ですかみたいな感じのね超ド迫力ピアノアタックも強いしですごくただ単に乱暴なだけじゃなくて芸術してるんですよもう本当芸術爆発だって感じでバーンって感じでねゴリンゴリンゴリンってもうね有無を言わさずこれが俺のピアノだって。 ね、もう音で語ってますからね我々はそれにひれ伏して「はいすいません分かりました」と言うしかないんですけれどもまあ超ド迫力ですそのド迫力ピアノに後輩のミンガスとかあとマックス・ウォーチは果敢に挑んでいますけれどもねもうミンガスなんかめちゃくちゃ緊張したらしいですねこのレコーディングでまあそれはそうですね尊敬する大先輩と共演できるわけですからねだけどミンガスもかなり弦をかきむしって奮闘していますので。 ミンガスのベースとか、あとマックス同士の,その緊張感あふれるですね、怖いドラムも味わえるので、まあ、トリオのアンサンブルもいいですし、ピアノも楽しめ、ベースも楽しめで、あとドラムも楽しめるというね、いろんな側面から楽しめる素晴らしい、素晴らしく恐ろしい演奏ですので、私はこのキャラバンをベスト2に選びました。じゃあ第1位何よってなるとですね、これサマータイムですさっき紹介したベツレヘムの デューケリント・プレゼンツのサマータイムじゃないですよ。えー、ね、ピアノ・イン・ザ・フォアグランドっていうアルバムの、この今紹介したマネージャングルのね、1年ぐらい前に録音されたピアノ・トリオの作品なんですけど、え、ピアノ・トリオだったっけって今一生思いましたけど、なん、なんたってドラムが不規則にカンカンカン、カンカンカンって、まるで、 黒沢明がこう江戸時代とかもっと前奈良時代でもいいし平安時代でもいいんです何奈良時代でもいいんですよとにかく昔の白黒映画不吉な予兆を感じさせる映画のイントロダクションに使えそうそのまま使えそうなですね <laughs> あのサウンドトラックではないんですよサウンドトラックにもなりそうな演奏なんですなんてこう不気味なでなんか不吉なサマータイムなんだろうってうねとにかくねこのドラムがね いいんですよねドラムって言うんだろパーカッションなん的な叩き方してますよねサムウッドヤードって人なんですけどカン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 ってこれは永禄7年のことであった諸国を旅をしているなんとかはみたいなんかそんな感じ古い寺で修理中の寺でみたいなとこでカン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 ってねんか幽霊が出そうな寺で1人修理をしている屋根の修理をしている大工さん がすごくおっかない人でみたいな,なんかそういう出だしで始まりそうな感じのサマータイムですよなんか怖えわみたいなねでもねやっぱ迫力なんですよねさっきのキャラバンでは低音ズドーンだったんですけどこっちは高音ズキャーンなんでねなんて幼稚な例えしてるんだ俺はって思ってますけどいやもうそういう形容しか出てこないぐらいですねもう。 エンントののピアノ杖はって感じですねこのサマータイム恐ろしいですよもう恐ろしいだけじゃなくてちゃんとねジャズしてるというかもうそれ通りびこえてもうちゃんと芸術してるんですよねもうワン,アンドオンリー他のねミュージシャンマイルスをはじめねもうチャールズ・ミンガスとか あと、セロニアス・モンクとか、もう名だたるジャズマンたちがですね、エリントンに憧れる気持ち、わかりますよ名だたるジャズマンとか、竹光徹もですね、デューク・エリントンに憧れていたみたいですよね。だからアメリカ留学の時に、デューク・エリントンに支持したいって言ったら、もう鼻で笑われたみたいなね。そんな、格が違いすぎるだろうみたいなことだと思うんですけどそんな、おいしそうお近づきにできるような存在じゃないんだよ、的な、あれがあったのかもしれませんけど、まあ、それぐらいもうね、 なんか一人神の域に到達してしまったようなもうジャズのこう何でもありのすごい人ですね。もうエリントンの音楽にはもうビバップとかハードバップとかスイングとかモードとか全く関係ないですね。そんなのエイってフーってエリントンが吹けば全部バーって吹き飛んでしまうぐらいもう超越した存在もエリントンの音楽以上って感じなんですね。例えば ベスト5で紹介したね、コルトレントやっているインナ・ーセンチメンタル・ムードのピアノ、あれ、バップですかって、バップじゃないよね、どう考えてもね、じゃあ、新種類派ですかって、それも違うよねって、じゃあ、クラシックですかって、また全然違う、ポップですか違う。エリントンのピアノとしか言いようがないですね、あの伴奏ね、パラパパパンそれと同じように、たまたまね、ジャズという枠でくくられていますけれども、 でまあ、ジャズっぽいビッグバンドの演奏と結構「チンチキチンチキダーラッタ,ッタ,ッターラタタタっラみたいな「テイク・ジェイ・トレイン」みたいなこうノリノリの曲とかも普通に乗れる曲もいっぱいやってるんですけれどもでもやっぱりねエリントンの音楽っていうのはもう本当にねジャズっていうあれだけじゃくくれないもっと巨大な本当にもうミュージックっていう人しかねしかエリントン・ミュージックとしか言いようがないなんか。 ものにくるまれているような気がしますよねなので今回はこのエリントンの5曲選ぶのめちゃ苦労しましたしおいそれとねこんなエリントン素人の私がそんなたった5曲だけ選んで良いものだろうかなんて躊躇してさっきね躊躇動画みたいなのも吹き込んでアップしましたけれどもね <laughs> 半分以上冗談話なんですけれどもでもね、まあ、そういうふうにちょっとね 構えちゃうところはまだ私ありますねだけどもそんなこと言ってても始まんないしやっぱりエリントンを聞かず嫌いな人結構多いと思うんで聞いてみたら絶対にね魅了されると思うんですトリコになると思うんですよ。まあ、好みあるんんでねこうなんか ちょっとこれ好みじゃないよって人も出てくるかもしれませんけれどもただ知らないだけでうおこんなにえぐい音楽だったのかって好きになりそうっていう人も多分出てくると思うんですよね試しに数曲聴いてみたらねだからそういう人たちもっと増えてほしいななんて思ったりもしていますのでぜひまあ私もエリントンはまだまだ勉強中なのでねまだまだそんなエリントン語れるほどエリントン聴き込んではいないんですけれどもまあ やっぱり、ね、セロニアス・モンクベスト5あとチャールズ・ミンガスベスト5と紹介したらもう流れ的にもうエリントン賞という感じでも勢いでエリントン企画っていうねマイベスト5を語らせていただいているんですけれどもまあ許してくださいこれを聞いている全国のエリントニアンの皆さんこんな若輩者の私でもですねとりあえずまあ素人エリントン素人のエリントン入門のねもう本当 若造ででもないんですけど年齢的にはででも、ね、あのキャリア的には、まあ、もうエリントンの超初心者的な私が選んだのはこんな感じですけどいかがでしょうかって感じですね全国の怖いエリントンファンの方々の皆様こういう選曲でお許しいただけないでしょうかってうふっ甘いななんてね鼻で笑われそうですけど。 ビッグバンドよりコンボばっかり聴いてるなってことバレバレですよね。ピアノトリオだったりとか選んでるのがね、あるいはカルテットで、ワンホンカルテットとかで、ビッグバンド形式の曲、2曲しか選んでねえじゃんって感じですもんね。あとはどっちかというと、あのエリントンのピアノに焦点を当てた選曲になっちゃってますからね。でもまあ、しょうがない、そこで嘘ついてもしょうがないんでね、私が日常的に本当に聴いているエリントンを選んだら、やっぱりこういう、やっぱりビッグバンドというよりも、 編成のものもを中心になっちゃったのですいません、これからもう少しね、大人数、大人数で演奏されているエリントンも、もう少し聞き込んでですね、それでまた改めて、エリントンのこういう曲もいいよ、こういう演奏もいいよ、みたいな風に語れるようなレベルに達したいなと思ってます。まだまだ修行中です、エリントンに関してはね。とういうことで、まあ、とりあえず2020年のね、5月末の段階での あくまで私の好きなもののメモリアルということで吹き込ませていただきました。また5年後変わっているとは思いますけれども、まあ現段階ではこんな感じ。と同時にですね、あのー、これまでアップしてきた文句、あ,あるいはミンガスの動画を聞いておうおう、って賛同してくださる方が、まあ少なからずいらっしゃると私は思っておりますので、そういう方が聞けば、 多分ご納得いただける選曲になってるんじゃないかなとも思っておりますので、まあ、試しに未調のものがあったら、まあ、YouTube なんかで検索していただいて聞いていただけると幸いですということで今回はデューク・エリントンマイベスト5というものをセレクトして紹介させていただきましたまた別な動画でお会いできればと思いますそれではさよならバイバイよ